愛媛 FC 背番号1番ゴールキーパーの岡本正弘です。FC 町田ゼルビア戦をニンジニアスタジアムラゾーンで応援してくださった皆さん、応援ありがとうございました。ではクイズです。第40節までの試合で、私岡本正弘が、ラゾーンデートップ5セーブにランクインした回数は何回でしょうか。1、13回2、14回3、15回どれでしょうか。アメーメーもう一度押し込んだ、もう一度、ゴールは割っていません。いやすごい集中力だ、まだシュートも枠取られてますからね。そうですね、いずれも岡本が弾き返して、そして大竹ちょっとタイミング合いませんでした。さあ数的有利は徳島です。ブエノから止めた、ここも止めました。岡本信じられないスーパーセーブ、スーパーセーブですよね、はい、左に大本です。クロスをブエノ、よく触った岡本、スーパーセーブです。今日も岡本に助けられています愛媛 FC、ね、上野のヘディングも高かったですね。玉林ついてはいましたが、ついてはいるんですけど、ここに大竹縦のパス落として斉藤、赤嶺がすでキープをして、斉藤斉藤斉藤弾いて大竹は、いや岡本スーパーセーブですよね。これはまた岡本がよく守りました。最後もう本当に決定的なシーンでした。そうですね、岡山の本当に細かなパス回し、はい、そこからフリーになったんですけど、ね、ここですよね。あ、最後もう反応はしていたんですが、その前にハンドが取られる。そうです、1点をどう取るかですね。清本中に入れた、伊佐落ち着いて清本シュート、岡本のスーパーセーブ。いや清本のシュートもね、いいコース行きましたけどね、今日は当たってますね岡本。うわー、取るか、そして折り返し、おっとこれは岡本が反応、今のは完全に読まれていました。そうですね、素晴らしい反応でしたね、神がかってますね増田さん。素晴らしいですね。さあ同点のチャンスです。ヘディングシュート、よく止めた。今のはヘなんか、素晴らしい、また神セーブが出ました岡本です。いいパスです。大崎、大崎まだある、1対1、大崎また止めた、まだあると、押し込めるか、クロスバーに当たる、ゴールではありません。いや決定機を作る山口、岡本がちょっと無理かな。大崎もよくフェイントからシュートまで行きましたけど ね、岡本の今日神セーブ2発目、ここはクロスバーです。ミドルシュートエリアの中です。切り替えて抜け返すシュート、曽根田の右足シュートでした。しかしキーパーの岡本もきちんと対応です。いや素晴らしかった、今崩しも良かったですね、あの入れ替わったところは良かったんじゃないですか。絶妙なタイミングでしたね、このキープ、ボールキープですけどね。堀米から、はい、しっかりこう待って、はい、遠いところ入れてきてヘディング、岡本が弾いた、ナイスキーパー、素晴らしいセーブ、まで飛び出しました岡本。フリーだったですけどね、うまく叩いたんですけどね。愛媛のゴールを再三救います。シュートまで行く、よく触った、岡本よく触りました。浜下もいいシュートを打ちましたが、あ止めた、止めましたね、止めた岡本、神セーブ。松本にとってははい
ちょっと押し込んでた時間帯だっただけに決めときたかったところでしたけど、ね、よし、サイドを変えます。さあこの1対1、小池がマークしますがカットインからシュートをよく触ったキーパー、ビッグセーブ出ました岡本。さあレンドロペス奪ってチャンスだ、2対1、レンドロペスどうする、シュート打っていった、岡本ワンタッチ防いだ岡本。これ愛媛のエアポケットになって取られ、まあ、取った後1対1でしたね、まあ、岡本もこれコースをよく切って最後ね、まあ、腕一本で止めましたけども、先頭中にはレンドロペスとカイオがいる。さあ先頭チャンスになる、クロス上げる、ヘディングシュート、カイオワンタッチ岡本、いいヘディングシュートのカイオ、そしてスーパーセーブの岡本、攻守に見応えたっぷりでした。そうですね、今のクロスも良かったですし、カイオのシュート、これヘディングシュートですけどね、抑えたシュート、まあ岡本選手の、まあ、ゴールキーパーの、ね、岡本ファインセーブでしたね、これね、素晴らしかったと思います。はい、正解は3番の15回でした。ありがとうございます。それでは、してもいいですか。さよなら。